世界の会の会所からいきます。まず少し内側に入ってきますね。縦よりも横を少し長く同じ角度で内側に入ってきます。縦が先ですね。間隔角度を揃えて閉じたら中心あたりから45度、中心あたりから同じく45度で開いていきますね。そしたらここが中心なので、中心に対して同じ隙間になるところにこれを持ってきます。ここが中心です。たら上の位置から左よりも長めに抜いていきます。貝の行所に行きますね。まず筆を開いて内側に入ってきます。横にして太いから細いですね。真ん中を狙って閉じたら押し戻して抜いていきますね。じゃあ角度をだいたい揃えてですね、じゃあ中心を守って、中心に対して左右を右を長くで持っていきます。